さて、フェスの結果だ。どうなったかな？会いたい、お金。臨時ニュース。どっちかな？愛かな？お金かな？何ね何ね。俺はお金だと思ったけど、戦ってる最中は愛の方が強い人いっぱいおるな。お金は人が多いけど愛が勝ったみたいな、そんな感じじゃないかな、勝率的には。じゃらじゃらじゃら、まだかな。ほらな、お金が多い。でも勝率は愛。総合はお金かな。イエーイ。やっぱり子供は正直だ。多分53%は子供が多いんじゃないかな。そして愛は大人が入れてそうだ。大人は嘘つきだからな。行ってみよう。勝率は？余裕で愛が勝ってる。余裕でもないか。大人が多いからな。でも、最終結果は、やっぱりお金が勝つということだな。で、6倍しやがった。6倍しやがった。6倍とか、わけがわからねえ。6倍。前4倍とかじゃなかったか？あれ3倍って、なんで6倍もした？最後に愛が勝つってなんさ。マジか。全くマジかだよ。6倍ってなんだよ。さすが大人、汚い。まあ確かに、愛は必要だよ。確かに感じたよ、お母さんの愛情。6倍ってなんね。デートスポット。マサバ海峡はやったことないな。まだガチはできない。ということで、何個くれるんだ？ 4 つぐらいしかくれないんじゃないかな。5個か。多分買ってたら10個もらえてたんじゃないかな。えぐいな。服屋さん行っとこう。またもないやつがない。これと言ってほしいものがない。早くガチマッチに行けるようになりたいな。あとショットか。ホッケはこれが必須だからな。デュアルスイーパーが良かったけど、ないなら、なんだそれは。誰もいない。悔しいな。最後に愛が勝ったのが悔しいな。さすが大人、汚いだな。無理やり勝つように倍数増やしやがった。バトルだからな。みんな勝手に好き放題言ってるから、ほっといて。インクたまんの遅い。あれ、もう一人誰か死んだ。俺が塗らんとこれ他の人塗らないだろ、これ。しんどいな。ジェットスイーパー全然塗れないかな。
あんなところに死にたい人が逃げたんだ。ぬるいわ。あれ死んでる。そこに人が、はい、消えた。消えた。なんだ、チャージャーだったのか、わからんな。わからんが、ヘッドスイーパー最高。この距離感。あれ、インクがない。どこ行った、どこ行った、どこに消えた。ここって言ったのに、あ、消えられた。ここまで届くの、すげえな。ダイナモローダー、すげえな。そんな届くのか。力塗ってるな。よし、あ、この辺濡れてないところがある。はい、落ちる。あ、消えられた。マジか。見て帰るでしょ、最後かな。届かない。やってもた、やってもた。何してんの俺、何してんの俺。味方が助けてくれなかったら死んでた。バカがいるの、ちょ、邪魔。無理だって、さっきの味方が、味方が邪魔ばっかりして、やべえ。こんなんやってしまわない、こっちだ。素人か、邪魔邪魔。邪魔なんだ。うわ、めっちゃ塗られてる。でも買ってるか。やっぱり遠距離武器はいいな。火力ないけど、デュアルスイーパーあたりが良かった。さすが45やで。ダイナモ使いだけのことある。戦か。この調子でいくと、あと4回やればランク9になる。そして10回ぐらいやればランク10になるかな。そうするとガチマッチや。ガチにいけるぞ。多分 B くらいまではホイホイっと軽くいけるんじゃないかな。で、 B ぐらいから装備が足りねえってことで悲しくなってきて、 A ぐらいまではすぐにポンポンと行きたいもんだな。わからん。そういや、このマップ初めてだ、多分。初めてじゃない？なんかで一回やった気がするけど全然わからん。早いな、おい。どんだけ貯めるの早いんだよ。プロモデラーか。やばい、リンクの、いる場所がわからない。あそこに人がいる。バッシャンバッシャンしてる。はい、4つ。いいな。こういう戦い方いいな。別に持って近づかなくてもいいんだ。あれ、届いてない。やめろ。ちくしょう。あの視線を見た瞬間にすぐに逃げるようにしないとな。余裕だろと思って、どうせ当てれないだろって思ったらダメだな。さすがにあれは避けなあかんな。相手が上手いんじゃなくて俺が全く避けなかったのがバカなだけだった。めっちゃ負けてる。あかんわこれ、勝てねえ。おい、ここ落ちたらダメだ。どこ、さあせーん。知らなかったんですよ。ここ塗っとこ、全然塗ってない。届かんか、届かんな。こういうところをちゃんと塗ってないと負けるかな。
もどっちにしろ負けるわ。ひどい負けよ。味方がボロ負けしてる。インク。この上手い人はあの線を見た瞬間にバリアを張る。そもそも上手い人はあの線を見せないからな。私はチャージャーですよ、ここにいますよっていうのを普通に見せないからな。上手い人舐めんなよお前。うわ、逃げられた。時間がもうない。危ねえ、どこだ。うお、目の前にいた。肩ひどいなこれ。倒したよ。あれ、倒せてない。どういうこと。あ、下に降りたんか。それでか。びっくりだわ。何が起こったんだろう。そういうことか。やっぱり5発ぐらい当てんとダメな武器は辛いな。96ガロンデコ語りがいいな。なんでチャージャーばっかりなんだろう。負けてしまったからな。あと3回、あと3回勝てばランク9かな。やっぱり朝方と夜は寒いのに昼は暑いな。ここ嫌だ。もうゆうちゃんが、あれ、なんか一人少ない気がする。気のせいである。一人少ないとな、塗る量が減ってしまうんだよな。そう、先々行っていっぱい塗りやがって。そう、味方のあれを壊したいもんだ。お前そこで塗ってんじゃねえよ的な。あれ、さっき敵がいたような気がしたのに消えたな。どこにいる。いないじゃないか。いい、やめろよ。いい、怖い。おっ、オッケー、分かったよ。そんなに争いたいのか。もう怒ったぞ。こんな道はあんのか。出ない気だな。くそ、また怒られた。そして負けてる。3人に対して負けてるわ。俺が何も活躍しないからな。じゃあ倒すことだけに。よいしょ。後ろにいた。ボコボコされてる。ああ、すごい。ここあれか、上がらんと濡れないから狙い目だな。時間ない。道がわからん。畜生、どこだ。どうやって行く。いた。どうなってるのか。行っとこうか。
泣きませんよ。味方か、びっくりした。おお、橋に逃げたつもりだ。倒せって倒せって。はあ、暑かった。味方のおかげだった。足引っ張るだけだった。もうダメだ。プロモデラースターさん、プロモデラー使ってないじゃないですか。一人落ちてるのにボッコボコにされてね。間違えた、続けたのだ。まあいいか、このままあと2回勝てばいいんだ。よく考えたら向こう敵みんなランク30とかばっかりだからな。50もいるしな。活躍できなくて当然だ。40とか俺確かランク33ぐらいじゃなかったかな、データ消える前は。つまり俺より上手い人ばっかりじゃないか。そう、あのクラマを倒そう。クラマだけは倒してやる。支援だけで動く。勝敗なんて関係ない。と言いながらちゃんと塗る。でもさっき倒したしな、タイマンで。ただまだ勝利範囲だからちゃんと倒さんとな。動き遅え。なんだそれ、そのダブルダボー超アッパーダボーレベルになってきた。あそこにいた。じゃあ俺も超アッパーダボーしろ。超アッパーしかできなかった。なんか死んでる、なんか死んでる。俺何もしないのに死んでる。じゃあ俺も後ろから援護するで。援護せずになんか死んでそうだな。おっ、ちょっやめろや。お、下がった。どっかに来た。届くのかよそれ。くそ、ダメだ。全然この辺微妙に見えてないのが気になるな。こんな 0.1% の差で負けることよくあるから。見えてた。あそこにおるな。よっしゃ、ほい。そこにいるな。そこにいるの分かった。倒した。いない。あ、いた。どっから来た、どっから来た。上から撃ってるぞ。飛んできてる。うわ、打ち切れなかった。またこいつにやられた。この野郎、イルさん。プロモデラーさんが頑張ってる。もういない。おお、ちょちょ。ジャンプし、避けたけど、ジャイロをうまく使えてなかった。ジェットスイーパーが遠距離まで行き過ぎなんだっけ。何してんだお前。固定放題はさすがに負けませんよ。インクがない、インクが。畜生。ありがとう、倒してくれてありがとう。やばいやばい。あ、味方が一人でガチ攻めしてる人がいて勝った。インクがないのは辛いな。全て装備が悪い。装備がインク管理ができない。
メインアップも、インク回復も、足が速くなるやつは何もついてない。この辛さよ。死んだら復活するだけの、ゾンビアタック。ゾンビアタック。なんだ、50とか40とかばっかりじゃないか。ロックが来た。よし、アイダンさんかな。アイダンさんを倒そう。ただ死に方の場合は倒せない。よっしゃ、アイダンさんを倒そう。クダマンも倒そう。おい、誰か濡れよ、この辺。ローダーがいないんかな。ローダーが行ったら一瞬で塗ってくれるんだけどな。たたたた、この辺も全然塗ってないよ。このお家塗るのかな。そのうち死に戻りした人が乗るのかな。そういうルールでもあるの。回復おっせー。そう、セーラー服を着たい。セーラー服と機関銃をしたい。なんかおる。なんかいなかった。ここから上がれるんだよね、やっぱり。トゥ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 。さあ、どこにいる。なんかあった。回復できなかった。で、この辺かな。届くよ。どこ行った。一瞬でこっちまで行った。負けてなくなくなくない？剣を。ここ塗るの好きだな。ここは塗りやすいのかな。これでいいや。この辺消えちゃっただろう。そう、逃げやがった。どこ行った、わからん。隠れてた。またお前か。 あそこでボーっとしてる人がいる。お、ここに塗れるじゃないか。よっ。さあ、これでポイントゲットだぜ。上から見よう。上から見ると、この辺に。よっしゃ、おっしゃー。あ、ザコだ。ザコさんを倒してみる。くそー、こいつ、俺のこと狙ってやがるな。ただ狙えないのかな。グッと撃ってるわ。よっ、よく撃ちしたのに負けた。運気もたまらんし、死にまくってるから。ゾンビプレイばっかりしてるから。何かはどっかにいる。ボロ負け。やっぱり自分の陣地全く塗ってないじゃないか。それは負けるわ。そもそも俺が誰も倒してないか。ゴミ野郎ですみませんでした。ということで武器を変えよう。持ってないんだ。ガロンさんで行こう。ガロンデコの方が好きだけど、動きは一緒だ。遠距離すぎ。デュアルスイーパーレベルがいいんだけどな。ジェットスイーパーは威力がなさすぎて。継続して5発当てるなんてことはできない、俺には。
17秒とかって。ジャンプ、イカジャンプ。やってもうた。一番下まで落ちていくよ。水が攻めてきた。一面で失敗しそうになって、失敗しそうじゃなくて失敗するかもしれない。ギリギリ大丈夫だった。これで結果発表まだか。やっと終わった。まだか。まだ揃ってない。まだ揃わない。2面もゴールしてしまった。またランク高い人ばっかり。暑いな。ヒグマはさすがに暑いな。ゴーニーガロンって何だったっけさ。またかよ。いらねえ。投入で何ができるんだ。やっぱりこれくらいの速さがないとな。トン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 ってくらいと。ちょ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 、前も後ろ向きやがってよ。死ね。危なかった。あ、突っ込んでくれた。見えてなかった。自分のビームで見えてなかった。何だ、チャージャーがいいのか。ヒーヒーヒー、やめる。チャージャーがあそこから担ってる。じゃあちょっとこっち、なんかが上からバッシュなってる。なんかある。爆風で倒そうとしてるな。そうはさせないよ。どこ行った。無理だって、爆風相手に。爆風強すぎ。やべ、味方負けまくってんな。チャージャーなんて所詮当てやがった。こっちに乗りますやん。これもで5発当たったのか。倒したけど。うわー、近かった。まだあった。ここやってますわ。またお前か。完全に押されまくって。味方邪魔。とうとうプロモデラーに負けた。諦めてんもんな。はい、引き分け。あのプロモデラーとは引き分けに終わったようだ。ボロボロ。しゃあないしゃあない、そんな日もあるさ。7落ちましたよ。
ランクアップ。何がもらえるかな？戻ろう。ランクで新しい武器、ホットブラスター。エリさん。さらに。またか。さらに、またか。微妙なのしかね。これで攻めるともの塗り欲で、塗るかな、塗ってポイント稼ぐかな。まだこっちの方がいいかな。結局ないな。間違えた。お金全然ないな。これでよう俺買っていけたな。